学リングで改造されたこいつの体、手や足なんかをいくらぶっ壊しても簡単に再生しちまう。胴体に大技を当ててやりたいところだが、正面からじゃ吸収されるリスクが高い。どうすっかな。くそ、術が使えないんじゃ決め手にかけるってわさ。俺らでなんとか隙を作って加勢するしかねえ。バカに。あ？余計なこと考えてんじゃねえぞ。てめえビビってる場合じゃねえだろ。おかげは俺らに手を出すなと言った。その意味が分かんねえのか。全力を出すのも俺らが邪魔だからだ。でも父ちゃんは防戦一方だってばさ。協力して敵の注意を分散させた方が戦いやすいだろ。おめでたい野郎だな。今戦いをリードしてんのは火影の方なんだ。まるで踊るみてえんだ。俺たちのところへ攻撃が飛んでこねえようにデルタを誘導しつつ立ち回ってる。術を打ち込むチャンスを伺いながら要するにそれをするだけの余裕があるってことだ。つまり火影の実力はデルタを上回っている。このまま順当にいけば火影が勝つ。余計な邪魔が入らなければな。とはいえ戦いもできねえガキは俺たちにとっても邪魔だ。お前はもう少し後ろに下がってろ。てめえ何もそんな言い方しなくてもいいだろう。お兄ちゃん本当のことだから。今ごめんね、心配してくれてありがとう。やるわね、さすがだわ。高い戦闘能力に再生能力、まさに驚異的ね。そりゃどう思う。それが分かってもらえたんならよ、このまま降参してくんねえかな。まあそういう選択もありかもね。もうちょっとだったのに。なんだよ今の、とんでもねえ威力だってばさ。あの攻撃ヤバいのは威力だけじゃない。対再生能力用に開発された破壊光線だ。食らった部位は細胞が死滅し崩される。俺の体や火影の能力をもってしても治せないだろ。そんな、父ちゃん、おっかねえ技だ。まともに食らったらヤバそうだな。でもよ、チャクラの消耗が相当大きい技みてえだな。そうやすやすとは乱発できねえはずだ。だろ。まあね、残念だけどその通りよ。でもいいの、一発当たれば十分なんだから。さっきの不意打ちはヒヤッとしたが、二度目はねえぜ。チャクラの無駄だ。さあどうかしら。
大丈夫か父ちゃん。坊や。